どうも、こんばんは、NM です。今回は復刻した優等生の関係特急を週末アニマでやっていきたいと思います。ちょっと申し訳ないですね。また週末アニマでもしかして、バレンタインアニマを売ったんじゃないか、そう考えている方いると思うんですけど、売りました、ごめんなさい。ですね、週末アニマを覚醒させるためにバレンタインアニマと舞い降りるアキラ売っちゃったんで、ないんですよ今、ジャック系のカードじゃねえわ、キャラクターが。なんでね、二刀一戦アニマ持ってたら間違いなくそれを使っていたんですが、持ってないので、今回は週末アニマに、雪村2本持たせてやっていきたいと思います。いきましょう。僕ね、東京グルジャックめちゃくちゃ好きなんですよ、本当に。なんて言うんだろう、普通の東京グールの、無印のアニメルート A、どちらよりも、多分ジャックの方が好きっていうぐらい好きなんですよね。ジャック話がさ、なんかやばい、マジであれ見てて最後の方とかさ、普通に泣きそうになるんだが、感動っていうか話でさ、ならないですかね。フレンドの方、かじり持たせてますね。あ、どうしよう、打っちゃってもいいな、別にかじり。これ全部範囲に入るんじゃない？いや、かじりマジで強い。ランキングでずっとかじり使ってたんですけど、すっごい使いやすかったですね。スキル毎ターン毎ターン打てるし、範囲広いしで、しかも範囲中に入ってるやつ全員食らうしで、もうサク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 って進めるんですよ。ぜひおすすめですね。あー、南かわいい。いやね、こいつもね、なんかやってることはなんか悪いことじゃないですか、なんか殺しでも、やっぱりなんかその裏っていうか、普通の人間みたいに暮らしたいっていうね、思いがあって、ちょっと同情するっていうか、まあ分からなくもないかなみたいな感じに、なっちゃうんですよね。始めよう。どっちに行ったもんかな。あー、でもフリー属性だからなんかワンチャン倒せないみたいな、離れすぎて届かねえな。こっち行くか。あのさ、ジャックのどこが一番感動するかってさ、まあ2つポイントがあるんですけど、中盤あたりでなんか南が屋上の上でさ、3人でこうノートを広げるシーンあるんですよ。ジャックって、まあネタバレになるんで、あんま見てない人はこれ以上動画を見ることをお勧めしないんですけど、でランタンっていうすごい凶悪なグールがいて、それを学生の有馬が追いかけてるみたいな状況で、まあその不良の子たちを殺すんですけど、ランタンが、そのうちの一人が、生き残って、後々のなんか有馬の同僚みたいな、同僚っていうのかな、始めよう。まあ、その生き残った不良の子と一緒にそのランタンを追いかけるんだけど、途中で女の子を助けるんですよね。ランタンに襲われてる、ランタンじゃねえわ、まあ、普通にグールに襲われてる女の子を助ける、それがこのミナミなんですけど、まあ、実はミナミの正体がランタンっていう。で、一緒にこの3人で仲良くランタンを探すんですよ、グールを駆逐しながらね。で、まあ多分その日常はミナミにとっても楽しかっただろうし、なんかすごい南がいっぱいグールの情報を持ってくるから、うすうす有馬は気づいてるんだけど、なんか有馬もなんで放置したのかな、グールただグールを買ってなんか効率いいからみたいな、そういう感じではないと思うんですよね。まあ、南の思ってることもわからなくもないみたいな、有馬自身なんかそういう普通の学生生活をなんか遅れて楽しかったみたいなことを言ってたから、有馬自身そういう普通の学生生活を送りたい南の気持ちも分からなくもないみたいな、そういう感じだと僕は読んでるんですけど、
なんかすげえ適当なプレイになってんの。一発も当たんねえんだよな。全部避けたぞ。始めよう。でまあその屋上でね、またそのグールの情報を持ってきたよっつって、なんかその南がグールの情報を書いてるノートみたいのを広げて、こう3人で覗き込むシーンが僕は個人的に一番好きですね。あとその直後のあの南が一人で屋上から眺めるシーン、何眺めたんだ、普通に街眺めたのか、夏の景色を眺めてるシーン、風に吹かれて、あそこもなかなか感動しますね。一番最後のね、まあ、結局有馬は気づいてたから南を殺すんですけど、その最後とどめ刺すのはあの一緒にこう3人組になってたフラっていう、不良、元不良みたいな感じの子なんですけどね。まあ、南がその殺す人を殺す理由っていうのはなんか、人間に生まれたのになんかそうなんて言うんだろう、自分はなんかなんて言ってたっけ、満たされないような顔して笑っ、なんかそういうふりしてるのがなんかムカつくから殺すみたいな、自分が恵まれてることに気づいてないみたいなね、だから殺す。でそのそんなことで殺すのは人、なんだろう、人間じゃねえみたいな感じのことをフラが言うんですけど、結局最後南がフラに襲いかかってフラが南を殺すっていう、ね、で結局殺してんじゃんって南に言われて南は死ぬ、確かそんな感じだったと思うんだけど、あやべえぼーっとしてたら死ぬんだが、有馬やめろやめろやめろ、危なさあ始めよう。あのね、南のね最後のセリフ、なんかせっかくなんか勉強したのにみたいな、あのセリフちょっとあれですよね、心にきますよね。やべえなこの有馬こんな硬かったのか。2人に当たんねえか、ここら辺かな、ここら辺か、当たれ、うわ当たったんだけど死なねえっつは、あいつ箱入り娘マジやめろ、耐えられるか、くらえおら、いやマジか、倒したわ箱の中に入ってたな。これでよし、いやー本当にジャックはいいんでね、まあまだ見てない方いたらぜひ見てください。あとあれね BGM もいいんですよね、ジャックの最初と最後に流れる BGM がチキチキチキ、みなみかわいいしみなみがかわいいっていうのが一番の理由かもしれない、好きなジャック好きな、結局のところそこに落ち着くんだろうな。というわけで今回は優等生の関係特急を、週末有馬の雪村二頭持ちで、攻略しました。雪村二頭持ちのなんかクインケとか出てくれないですかね出ないか。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。